全員の声聞こえる。これね、配送がいいかもしんない、奥。ほら。多分ね、みんなの声聞こえるわ、ずっと。一回ゲームに戻ってみて、ダメそうだったら、はい。あれ、配送の方がいい。お願いします。まあ、もう僕、全員の声聞こえる状態でやります、じゃあ。詩人さんが生まれる。マジ。この日本の全部が生まれる。マジの声がわからない、うるさすぎて。メスがうるせえ、とりあえず。とりあえず、メスがうるせえ。メスさんがうるさすぎて、何もわかんなかったっす。だってあうるさいメスさん、本当にうるさい、うるさすぎるこの人、メスさんうるさい、うるさいうるさい、あのメスさんの声でほぼわかんない、なんて言ってる、小学1年生で好物うな重のやつなんて、いやでもたまにしか食べれなくてもね、確かにね、いや、あいつ毎日うな重欲しってことは、あいつ毎日うな重を食ってることなのよ。食べてたで、親が太いってことは、もうめちゃくちゃ金持ってるってことで、あいつは黒の組織の裏側なんですよ。このまま喋りますね、ディスコードのままで。で、黒の組織の、ずっとね、めちゃめちゃ喋るやん。全員の声聞こえる。ってうな重好きなんだ。おにぎりがおじゃない、やべ、全員の声聞こえる。あと、ウレースのみんなベタクルポジションしてほしい。一回ボタン押そうか、じゃあ。何しよう。プン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 。みんな？ボタン。高かったなって話じゃないですか。俺、軌道逆にしてるかもな。一回ボタン押そうじゃん。軌道逆にしてるかも。俺、やったかも、これ。あと、ワンピースはボーブルに更新するやん。生きてる間にタスクを。ごめんなさい。ちょっとポンタさん不具合で一回皆さんベタクルの更新お願いします。ありがとうございます。もしもハイソンですか。ハイソン早いな、ハイソンのタイミング。ハイソンはやめた方がいい。ベタクルちょっと重いな、若干。これね、ハイソンがいいかもしれない、奥。あら本当に、これ多分ね、みんなの声聞こえるわ、ずっと。あれ、ニセペンさん、何や、逆に、いや、多分あの普通にあのベタクルからじゃないって起動しちゃってたかも。あー、一回ゲームに戻ってみて、ダメそうだったら、はい、あれ、配送の方がいい。お願いします。おはよう。その時はまあ、もう僕、全員の声聞こえる状態でやります、じゃあ。いや、それは。やばすぎー。神じゃない。はい。全然神やん、それ。ええ、ああ、あさきか。え、俺スキップ入れてるよ。ええ嘘ついてるやん。絶対嘘やな。聞こえるよ。ポンデさん、終わってるわ。めっちゃ聞こえる。みんなの声。テレコの野郎。おい、何やお前のあのツイッターのやつ、お前。聞こえてるよ、それも。お前ツイッターのあの。ハイソン。何のやつ？ハイソンかじゃ。ツイッターのあの。なんだよ。あの、ほぼ R18 のやつ。聞こえるよ。何してんのこいつ。つまり僕はポンさんに通常ないの。あ、そういう。お前が自分でたやろ。やばい、もう頭おかしくなる声聞こえすぎて。超能力者いるじゃん、テレパシー。構図頼む、人外っぽいの誰か教えてくれよ。能力暴走してるじゃん。人外っぽいの、しかもね、僕あのドローン回せるんで全員の声聞こえるし。やば。強すぎるじゃん。最強。教えて。チェンシフター狙い目ですよ。じゃあポンズ打っちゃおう。キャー全部嘘。あの全員聞こえたほんとね。うん。いろいろ言ってやろう。いろいろ言おうぜ。すごいなこれ。なんだこのアマース。まず、詩人さんが生まれた故郷の話から。生まれた故郷の話とか、変態女とかもう。そうだな。何が何だか分かんねえよこれ。そうだな。詩人さんが。おい、早くしろ。
詩人さんが生まれるかな。じゃあ変えられてる。北海道で生まれて、そして日本で。マジ。この日本の全国が生まれて。マジの声がわからない。うるさすぎて。あ、なんだよって言ってる。あ、まあ、ダメだ。頑張ってね。マジくるわ。そういうことです。つまり、その話に言うと、グーグルレーソンズ、ホーライズ、どういうことメスがうるせえ、とりあえず。とりあえず、メスがうるせえ。なあ。来るよ。バンバン、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 ヒゲ、俺のことだな。俺のことヒゲで顔を覚わないとリングのことだな。俺のことだな、それな。ヒゲ、おめえやろうが、お前。てめえ、覚えとけやてめえ。俺、マンシーからインポスターもしてる。嘘でしょ？あら。あ。え？え、なんかさ、コックピットにいたらさ、斧がさ、右斜め上から飛んできたんだけど。あの、ちなみにセキュリティルームと展望デッキとなんかもうそこら辺も斧だらけでしたよ。貫通すんの壁？だ壁は貫通しないから投げまくってる多分。でも全部当たってないけどね。コックピットも右上から投げてたね。ね、来たよね。あのメスさんがあれじゃない、いやメスさんがうるさすぎて何も分かんなかったっす。え俺一人だったよ。いやいや今のターン一人だったらラオトラおかしいよもう。俺ずっとタンクコードだったけど、もうおかしくなりそうでした頭が。であとあの瀬戸はの直前まで俺においヒゲ輪郭ヒゲってずっと悪口みたいに言ってたんで。直近キルなんだこれ、はい、打点罰食らってんだ。貨物で、詩人さんが死んでました。実質ずるだな、これはな。貨物詩人さん死んでたんだ。詩人さんはあの序盤まで自己紹介してましたね、ずっとね。全部聞こえてる。生い立ちから。生い立ちから。確かに聞こえなくなった途中で。松田どこに入れたの？ニセペン。ニセペン！ちょ待って、僕ですか？この流れで僕ですか？理由は？あら、なんですか？いや、エンジンからコックピットに歩くときにコックピット側からしれっとペンペンが来たから。お前やんけ、じゃあ。あ、いやいや、それ序盤の話でしょ。それでもそれは僕はいろんなとこ歩きますよ。あ、でも結構もう15秒ぐらい前に斧を投げられた。うん、あ、じゃあ違うわ。じゃないか、10秒ぐらい前。斧投げられた直後にマンシーが通信室側からコックピットの方来てたよね。そうね、うん、あ、じゃあ逆に一旦スキップでいいですかね、じゃあ。あれ、バグゲー、ワンちゃんがコックピットに入る直前にニセペンさん出てきたの？うん、入る直前ぐらいにすれ違って。じゃあもう、ニセペンさんじゃん。あ、いやいや、僕じゃないで。僕、だって、下らへん行ってへんし、下らへんにめちゃくちゃ斧刺さってたんでしょ。じゃあ、マンサイさんには会ってないの？マンサイさん、会ったかな。マンサイさんが投げたんじゃないの、それ。いや、そうなってくると。どっちかな、じゃあ。マンサイエリキにいたよ、だって。あれ、なんやその話。なんかポンズさん、なんかわかんないの？ポンズ、もうメスさんがうるさすぎてわかんないんだって。じゃあメスさん釣りで。だって俺ずっと一人じゃん、なんか超能力者に悩む。嘘でしょこれ、マジで言ってんの？いいな、欲しい、欲しいな。頭が悪そうだ。メスさんの声で。頭が悪そうだ。強くない？自然強く生きてくれ。届かないよな、メスさんの声。おい、ポンズ、聞こえるか？聞こえるよ。ポンズ、聞こえる。ポンズ、聞こえる。ポンズ、うるさい、メスさん、本当にうるさい。うるさすぎる、この人。メスさん、うるさい。うるさい、うるさい。あのメスさんの声でほんわかんない。なんて言ってる。メスさんはとりあえず生きてるわ。とりあえずメスさんずっと生きてるわ、もう。
ずっと生きてる。ずっと生きてる、ベスさん。マジで。頭おかしくなる。やめてくれ。やめてくれ、もうメイヤー、メイヤーね、ギリメイヤーって聞こえたわ。わかったわかった。なんだ、聞こえる。俺そういえば俺そういえばナチロからサイドキックもらったんだけど、チェインシフトで、なんかわかんないや、もう誰がなんだか、もう俺全く分かんなくなっちゃった。もう何がなんだか、もううるさすぎて、もうとりあえず俺今クルーメイトだから。あ、ちなみに一人死んでます。あれ、メスさん死んだ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 、死んだ、死んだ、メスさん死んだ、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 メスさん結構直近に死んだ。あれ、夏希は違うと思う。ボブ系今どこ行くの？今バイタル。ちょっと多分無理だと思う。死んだな、途中で。ごめん、夏ペンは白じゃないの、全然。嘘、すみません。どこで、あ、死んだか。あ、これミーティングっすね、ミーティングにありました。あ、じゃあ夏ペンだわ。え？え？まあ、途中でカメラ見てた人無理そうっすね。あ、そうなのか。うん。来ないわ。なんか、モセよ。え、ピョコピョコ昇降機の右側にいて、ボブ系いるなーって。ピョコピョコ、うん、うん、アーカイブ側のリアクターの方で、ありがとうございます。ボブ系がどこから来たかわかんなくて、もう一回戻ってアーカイブの方の見に行ったら、なんか2人ぐらいいたんだよ、そのピョコピョコ昇降機のところに、右側の、うん、来れるはずないのに、うん、おかしいね、おかしいね。左側にいたのははっちゃん、なつぴょん、アベレージだね、とりあえず一旦。うん、ボブケさん、え、何そんなの。ボブ最後バイタル、バイタルっすよ、バイタル。ボブケさん、ちょっとさっきも怪しかったんですよ。ちなみにね、誰だっけ、誰かのマンサヤだっけがペンさんに入れた後、2票目バブル速攻行ってたからね。まあまあ疑うのはいいですけど、僕ははっちゃんの役職盗んだ男なんで、最初に。え？え？何？あ、シフターだったってことか。いや、僕が元チェーンシフターだったんで、残念ですけど。そのだから最初に渡したから、僕はっちゃんに。で、僕も元チェーンシフターです、ちなみに。そう、だからこれ、一番最初が僕で、はっちゃんに行って、はっちゃんが多分ポンツさんに行ったのかな。あ、そういうことか。そういうことか。今どこに行ったかは、はっちゃんが誰に渡したかで、ポンさん。いや、俺はマンシーに渡してるんで。え、マンシーは、京子に渡した。めっちゃ渡ってる。めっちゃチェインしてる。京子？超チェインしてるじゃん。でもこれ、あれだからね、京子さんつっても、マンシーにシェイプシフター戻っちゃうし、どうしようもないんだよね、これね。いや、僕はだから隠し場です。待って。あ、てか、アベレージさんや、今の。俺の持ってってんなら、はっちゃんサイドキックやないかい。いや、火の音か。俺の持ってってるだろ。7秒の。あいつサイドキックや。切りに行きますかね。暴力に溺れたのは。私誰かジャグルなんだ。いや、別にバブキーでよかった。どういうことだ。その暴力に溺れた。そうだ。アベレージ。あ、斧が。サイドキックなんか。なあ。シリフ？なあ。おびさん。なくな。最悪。シリフって言ってないのか。いや、最悪、最悪。え、そんな早くないでしょ。ボタンどこにいるんですか。そんな早くないでしょ。あ、いっけね、こんなこと言ったら全部ワンさんに続けなんだった。嘘やろ。続けですよ、続けですよ、僕には。あ、なんでや。あ、もう全部続けですよ、僕には。ディスターバーは絶対に死んでるな、これ。もうチーターやん、これもう実質チーターやで、これもう。いやー、まあどっちにしろでもタイミング。お前かい、サイドキック。長直しましたよと。いるな。はて、長直しましたよと、パタパタです。誰もいません。誰を信じればいいんだ、僕は今。あ、死んでる、死んでる。あ、わわわわ。弁当からひょこって出てきたんで、シェリフで切りました。で、人が悔しい。で、残り7秒で僕に釣りを向けてきたアベレージさん、めちゃくちゃ怪しいですよ、僕目線。
マウサイはどこのベントに出てきたんですか？エンジンです。なわけはないですね。だって証拠機左にいましたよ。おい、パブロ、お前。よし！いやでもどっち最後っぺか？でもポズさんはハッチャン人外だもん。これ三人外じゃないですか、ラインで。もう八山さんが僕のサイドキック取ってってますからね。八夏阿部の三人外も露呈したじゃないですか。なんで阿部なの？あのじゃあ言うけど、俺今チェインシフターでもう交換してるんで。これでも誰だかちょっと言えないんで。俺じゃあ。から。取れたじゃん、俺と。まあとりあえず僕はバブキン取る。どうせそうだ。とりあえずバブルか。いやちなみにガチです。この3ライン。ちなみにガチです。バル。俺はバブキンに入れてる。今回のキルはバブキン。八月阿部確実に人外ですよ。まあ、僕三人。なんで確実に人外なの？まあ、僕全員の声聞こえるんであれなんですけどね。まあね。ありがとうポンズ。俺の声聞こえてたよな。嘘つき。でもね、八山の声だけ聞こえないっていうね。これ全員人外。よっしゃ。来たかもしんないこれ。でバブキン嘘つきなのか？なんで八山ちゃん。いやポンさんどこに入れました？ハッチャは嘘つきですよちなみに。いや違うこれハッチャ目線僕を黒く見てるのがおかしいですよまずチェーンシフターで変えてるの。ハッチャだからサイドキックじゃないの？元ね。元？うん。いや元ハッチャシェリフなんですよ一番最初が。えだってそうじゃね。ハッチャのシェイプシフターがポンズと変わってサイドキックになったんじゃないの？今俺チェーンシフターで変えた。誰かが取ってたよ。え、ハッチャもともとシェイプシフター、チェインシフターでしょ。今チェインシフターです。まあ、バブキがもともとチェインシフターなんだよ。そうで、ハッチャからシェリフ取って、そうで、ハッチャだから僕目線ハッチャから白出るのに、こうやってるからもう3人陣外立ってる。いや、俺はだから一番最初俺がチェインシフターだったんだ。ごめん、僕メイヤーで入れちゃった。え？おつ。なんだこれはもうみんな陣外だ。ぐちゃぐちゃ。本当に嫌だ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
だよね。いや全然なんだこれは。取り合ってそうなんだよな、ハチポン二人で。取り合うでしょ。これはもうでもちょっと何がなんだか。何これ。バブルは絶対に白で。八山とカール、ポンズさん、もう一回戻したいよね。八山とカール、ポンズ、あいつチェイン。八山、俺、チェイン。あ、溜まってんのか。天使がインポスターだったら頑張ろうぜ、八本なぜ頑張ろう。八山さん、とりあえず行けばいいんじゃないって思っちゃってんだけど。八山、スルーしていいのか。邪魔さんちょっとねえ、保険もすればいいんじゃない？なんでだからそうなんの？俺の言ってたこと何も聞いてくれないじゃん。あ、じゃあバブルの主張がもともとチェインシフターでバブルがはっちゃんさんのセリフを取ったって言ってんだよ。だってだから俺が最初チェインシフターやった。バブルが人外のパターンもあるからチェインシフターどこからどこに行ってるかだけやんない、うん、はっちゃんさんは俺はえちょっと待ってな、マジで思い出す。例えばバブルがはっちゃんと交換して、はっちゃんとポンズ交換してだったらポンズがシリフのはずだからさ。え、違う。ちなみに今チェインシフトアベレージね。いや違うよ。いや俺一個前に渡したから。だって僕メイヤーじゃん。うん、で今メイヤーじゃないよ。え、今チェインシフターだよ。今メイヤー。ほらこうやって嘘ついてる。俺もう話し声で全部分かっちゃったんで黙ってきます。ポンさんね、八山、いや僕はもう普通に八山が嘘ついてるから八山に投票するわ。でメイヤーだから力もあるし。え、みんなの票で助けてほしい。絶対にアベレージです。え、いや、みんなの票で助けてほしいって言ってる時点でだってメイヤーで票数多いから勝てるよ。いやもう、うん、いや京子に渡した。え？も元チェーンシフターでアベじゃなくて京子に渡してる俺。ほんと？もう全部言うわ。じゃあ私クルーメイトだよ。ほら、こうやって嘘つく。え、バグってか。嘘ついてますよ、京子は。ねえ、阿部ちゃん、本当に信じて俺のこと。ハチャ今何なの？じゃあ今来る。え、あのね、本当にややこしいこと言っていい？うん、うん、僕もあのチェーンシフターの流れに一回乗ってた組なんだけど、実はうん、わかるよ。ハチヤマは多分シリフではないと思う。うん、そうなんだよ。だけどなんか意味わかんないこと言ってるから、ハッチャン人外の可能性はあるけど、バブルが人外だったら、ね、ハッチャン人外の決め打ちは早い気もするよ。夏病お前。いや別にハッチャンかばってない。あの人外の可能性も全然あるけど。
でもどっちみちチェーンシフターがどっちかなんでしょ、8強子の。で、それ以外に人外でしょ。京子誰に渡したの今回、ね、ポンズさん、え、ポンズさん、いや、僕もっとサイドキックです。え、てか、だってポンズがだってさ、ハッチャンサイドキックとか言ってたやん、そういえば。そう、俺取られたのよ、だからそのサイドキック。ハッチャン違うよ、だから。Okay. だから京子、お前京子、京子、京子、京子。違う、え京子、京子、京子、京子。パッえ、チームに差し入れ。阿部さん、ハッチャンは阿部さん、あっちは入れてないか、ダメだこれも。なんで入れなかったの。ねえ、聞こえるんだもんだって。おかしいよね、全部聞こえるんだもんだって。サイドキックできるようになってる。なんでこれ練習したらバグってくる。サイドキックできるようになってる。ブラジッカじゃ殺してもらったほうがないんじゃないか。あっちはどこいんだ。生きてる間にタスク終わらせるみたいなないないか。これどうなってんの。そうだ、押した方がいい。いや、めちゃくちゃ迷うな、これ。もしかして。すげえ。あー、やったー。もうないな、こんなんも。もう。よっければいいんだよ。ほんとすぎるやろ、このゲーム。なんで。何これ。なんで俺勝ったんだ、これ。もうわけわかんねえよ、これもう。なんだよ、もうわけわからん、わけわからん。なにこれ。もうぐちゃぐちゃ。すごいよこれ。なんで俺が負けんのこれ。谷明かし、谷明かし。すごいことなってる。やば。めちゃくちゃ役職が。めちゃくちゃですこれ。え、これね、ジャッカルすごいことになってて、まず夏ピョンがジャッカルでサイドキックがポンズになったんだよね、最初ね。で、チェインシフターでポンズとハッチャンが入れ替わって、ハッチャンサイドキック、夏ピョンジャッカルになって。うん、で俺がマンシーに渡したんだよ、その本はもらったやつをチェーンシフターで俺来るようになった。夏ピョンに渡したんだよ、チェーンシフター。あ、そうだね。でマンサヤがジャッカル8巻サイドキックの状態になったのかな。で夏ピョンがチェーンシフターか、うん、で俺がチェーンシフターで誰と交換したんだっけ。あ、でマンサヤが8ちゃんが昇格して、で俺が八山に俺チェインシフターでインポスターになったから八本夏で勝とうとか言って、八ちゃんにチェインシフター渡して、で俺がジャッカルになって、ごめん、使用的に理解しなかったけど、なんかサイドキックできるようになってたから、本当サイドキックにして、リセットか、昇格と同時にあれが交換になったからか。あれバグじゃなかった。僕シェリフですよ。あ、本当シェリフなんだ。ってことはだから一周回ってまた夏ピョンポンズでジャッカルになった。ズルズルしたことですよね。作っちゃいけないサイドキックを使って。いや、まあまあ、まあ、もうそもそも僕がズルしてるんで全部超能力使ってたから、ね、メスさん両方大体メスさんだったけどね。ずっと俺の名前を叫んでたけど急に聞こえなくなったからね、声が。ぶち殺された。めちゃくちゃおもろかった。あれってなんか静かになった気する。あれ、めっちゃ死んでるわって。あー、おもろい、おもろいっすね。お疲れ様でした。やっぱ八山の声聞こえねえわ。じゃあこっちで喋ろう俺な。はい。